なるほど、そうですか。次が3球目、追っつけて打ちました。ヒットになった、ホームに送球、イーグルス。さらにピンチになりました。ランナー3塁1塁となりました。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。うん、そうですね。初球変化球がいいところに決まりました。さあ2球目は何か、打ちました。これはセンターへ抜ける、サードランナーホームイン。ファイターズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0、イーグルス。なおも2塁1塁のピンチです。うーん、ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。タイムリーで先制点を奪われています。ここまでで踏みとどまりたいですよね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、甘いコースは特に。初球打ち、この打球はどうだ、切れるか、切れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。2球目打ちました、伸びていく、どうだ、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。イーグルス、その差を4点に広げられる重い一発となりました。高めに浮いてしまったストレート、逆方向へ打ち返された当たりはフェンスを越えてしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは今日 DH に入っているワンボーロン。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。うーん、そうですね。イーグルス、この回先制点を許しています。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ファウルになります。ボールを拾って、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは6番渡辺。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ファイターズこの回7人目のバッターになります。ナイスボール、はい、高めストレート、空振りでストライク、あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか、高めに外れます。大きな打球になった、ライトバックバックバックする、スタンドには届きません。これで5連打、ワンアウトランナー3塁1塁。さあそしてバッターボックスには石井が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。一塁牽制、セーフ。インコース低めのストライク。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。ライトの前落ちる、サードランナーホームイン。
ファイターズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、5対0、イーグルス。なおも三塁一塁のピンチです。バッターボックスは8番清水。まあイーグルスバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。これもファウル。今のは変化球を狙っていたようなファウルでしたね。打ちました。さあバックホームするか、タッチアップはどうでしょうか。掴みました。犠牲フライにはなりませんでした。9番バッター中島。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ファイターズこの回は打者一巡の猛攻となっています。高め打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ファイターズ先に点を取りました。5対0、ファイターズ先制です。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。そうですね、まあとにかくなるべく早めに追いついておきたいですよね。さあその追いつくということができるんでしょうか、見ていきましょう。初球ボール。高めに持ってきました。ここは150キロを超えてきます。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。バッターは9番に入っているオコエ。まずはワンアウトを取っています。さあまず1球目、初球ストライク。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って茂木。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって5対0、日本ハムファイターズがリードしています。4回の表、日本ハムファイターズ打順よく1番から始まります。バッターは西川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。イーグルス厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。ボールになります。アウトロー外れます。低いところへ決めてきました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ショートうまくさばいてアウト。ワンアウト。バッターボックス太田。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球ボール。
まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。はい、まあストライクを取るべきカウントですけど甘くならないようにしたいですよね。なるほど、さあどう来るか。引っ張った、詰まりながらもレフトへ、ここは打ち上げています。上がりすぎました。レフト掴んで2アウト。3番バッター近藤、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやあのタイムリーは痛かったですよね。はい、2アウトになっています。次が2球目、インコース決まった、ノーボール2ストライクです。3球目は何で来るか。3球目見送っています。ボール、さあ4球目は何か。打ちました、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。5対0日本ハムファイターズがリードしています。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。打順は2番藤田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。イーグルス点差が離された中盤4回の攻撃です。赤星さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。そうですね、この点差なのでこの回は大事に攻めていきたいですよね。確かにその通りですね。空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。アウトコースのチェンジアップ、次が5球目、打ちました、渡辺、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは3番浅村、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが3球目、高めに決まりました。ワンボールツーストライク、ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。高めのボール打ちました、打球はセンターへ、センター掴んで2アウト。バッターボックスは4番島内、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよね。ツーアウトになっています。低め外れました。ボールになります。低めの球ストライク、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。
見逃して三振です。3アウトチェンジ。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって5対0、日本ハムファイターズがリードしています。里崎さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。そうですね、正直この辺りで交代してもいいのかなと思いますね。はい、この辺りでベンチは動いてくるんでしょうか。2球目は何で来るか。引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターは5番ワン・ボーロン。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ストライクになります。ノーボールツーストライク。ボールになります。この球は外れています。体に近いところ、フルカウントです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。サードが構えます。取ってツーアウトです。バッターボックス渡辺、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。アウトコース見送ってストライクです。高め外れました。